ライヒスリボルバーはドイツ軍で使用された軍用拳銃である。ドイツ統一の前後に旧処方が使用していた雑多な種類の拳銃を統合するため1879年に正式化された。後継は1908年のルガー P08 拳銃。M79 と M83 の相違点は重心長のみである。m 79は1 8 1ト m M83 は1 1 7ト、mm、ルの重心だった。設計は旧式だったものの、この兵器は極度に頑丈であった。これらは第一次世界大戦中にもまだ使用されていた。第二次世界大戦においても、後方の部隊では、配備例が見られている。収集家には、M79 は、騎兵モデルとして、また、m 83は、士官モデルとして呼ばれているが、これらは公式故障ではない。西ともにシングルアクションで作動し、一部材のフレームで作られ、肺、鞘機構のない6発発射の回転式拳銃である。口径は、国産の 10.6X25 メートル MR 弾頭に、中程度の長さの薬莢をつけており、寸法と威力は、当時の44ロシアン弾に相当する。 創薬には黒色火薬が用いられた。相談は拳銃の右側面に設けられたゲートを介して行われ、また回転断層はハーフコック状態に撃鉄を起こすことで解放された。空薬莢を除去するには中央軸のピンを引くことで回転断層を取り外し、それから手で薬莢を除去することで行えた。しかし実際には弾薬ポーチに保管されている。 別個の小型ロッドがあり、これが回転断層を外すことなく薬莢を押し出すために用いられていた。本銃の側面には、リボルバーには珍しい安全レバーが設けられていた。このリボルバーの大多数には制服に装着するためのランヤードリングが付属していた。ナイジェル・トーマス、ザ・ジャーマン・アーミー・イン・ワールド・オー・アイ。 1914から15、オスプレイ・パブリッシング、P17、ISBN9 兆7817億8096万5512、ジェフ・キナード、ピストルズ、アン・イラストレーテッド・ヒストリー・オブ・ゼア・インパクト、ABC、クリオ、ピアニッシモ、147から148、ISBN9 兆7818億5109万4707。ありがとうございます。